はあ、呆れ果てる思いだよ、幸平相馬君。いいかい、そういう交渉は何かかけられるものを用意してから行うことだね。おいおい、釣れねえな中村よ。俺の大事な一人息子に対してそんな言い方はないんじゃねえの？おやじ、斎場長一郎、それに千左衛門殿まで。おお、相馬、塩見の弟子にリベンジできたんだってな。よかったじゃねえか。バシャってすんな。なんだよ、いつも急に出てきやがって。斎場様、おじい様、どうしてここへ？いやあ、エリナちゃん、大きくなったな。割って入って悪いね。これからも君の親父に話があるんだ。中村、相馬の提案捨てたもんじゃねえと思うぜ。例のやつやらせようや。はあ、団体戦だよ。料理人たちが集団対集団でぶつかり合う当月伝統の変則食劇、レジマンドキュイジーヌ、すなわち連帯食劇だ。連帯食劇。斎場先輩、どうやら何も理解していらっしゃらないみたいですね。いいですか、千左衛門殿から総帥の座を奪った時点で僕の計画の9割は達成しているのです。今行っていることはいわば後始末。僕にそんな勝負を受けるメリットはどこを探してもないのですよ。本当にそうかね？もしこちら側が負けたら、この俺がお前の兵隊になるとしてもか。それはどういう。俺自身の思想や信念は捨てて、お前が望む真の美食とやらの犬になるってことだよ。もちろん幸平は廃業する。本当ですね。ああ、いいでしょう。斎場先輩、僕は嬉しいですよ。今日はいい日だ、本当にいい日だ。すでに勝ったような話ぶりはやめてもらいたい。俺たちは勝ちます、絶対に。仲間たちは取り返すし、食事どころ幸平も潰させない。私も怖いけど、みんなを助けたいです。今から勝負の日が楽しみだ。それでは詳細は後日。